そこで、ね、今座ったあのメスだけがちょっと気になったんですね。ちょっと声かけに行こうなと思ったんですよね。枕屋さんはね、なかなかね、いいことなんですよ。よくね、こう揉め事があると必ず来るんです。事件が起こると必ず出てくるんです。ですからね、映画のダイハードの主人公のね、ジョン・マクレーンから名前取ってます、ね。事件があったら必ずいるという。本当にね、